ただ、全体はいいですかね。割と手短にいきますが、ただ今度は部位をね、説明したいと思います。もうちょっと細かく見ていこうと。あ、それでちょっとまあ言い忘れたけど、この いわゆる頭頂と、でここが顎ですよね。ちょうど。で、ここがこの頭頂から顎までのことを一頭頂ってね、言いますよね。ワンヘッド。で、これがその、人間描くときの物差し代わりなんですね。これこの頭のてっぺんから顎までこの長さが1単位になって、これで頭がこういくつね、つま先まで入ったのかとか、あるいはその、この幅ですよね、ウエストなんかはだいたい、僕ら若い人ですけど一頭頂あるとかね、そういう、この幅もこの頭の長さで、こう測っていく。それから今度は部位の説明ですが、今のね、説明した、ここが頭頂で、でここが顎ですよね。でこれが今言ったように、一頭頂で、成人はですね、このちょうど頭のトップから顎までのここのちょうど半分、2分の1がここがね、 目になるんです。目尻、目頭を結んだところになるんですね。で、その上にこう眉ができますよね。で、今度はさらにこの眉と顎のちょうど半分、ここが2分の1、ここが離したぐらいなんですね。で、こうなって、で、さらにこの鼻下と顎の半分が、ここが下唇の下ぐらいなんですね。だからこの上に、こう、口が出るんですね。それで、耳がどこに入るかっていうとですね、この鼻下と前の、ここ間にこう入ってくる、高さ的に。で、ですから今見たここのね、眉から鼻下までと鼻下から顎まで同じでしょ。ただもう一つこの同じ長さはここにこう、3等分できるんです。ここがちょうど髪の毛の生え際ぐらい、髪の毛の生え際のこう眉から生え際までと前から離した前と同じ、大体同じぐらいになります。で、さらにこれをこの横から見た場合ですね、大体人間の頭ってこう卵みたいな形してますけど、で、これがね、顎で、ここが頭頂で、さっきお話ししたように、こことね、ここのちょうど半分が、目の高さで、目は結構前の方に、顔の前の方にね、で、目ができたら眉で、今度は眉と顎の半分、ここが離したんですね。ここにこう。で、鼻下と顎の半分が
ここが下唇の下。まあ、だいたい口はね、お鼻と、この顎のね、ここの間、ここにこう入ってくるね。こういう。それで、耳はですね、さっき言ったようにこの前の高さと鼻下の高さのこの中に入る。それ で、で位置はどこかっていうと、この鼻先と後頭部のちょうど半分ぐらい、ここにこの辺に入ってるね。だから耳は、ね、意外と後ろの方にあるんですね。でこれが大体顔のプロポーションで、まあ、どの人も大体こんなようなところに、まあ、ちょっと耳がね少し高いところについてとか低いところについてっていうのはありますけど、まあ、大体同じようなところについてて、まあ、これだけ顔の、ね、種類がたくさんあるわけですけど、まあ、これを覚えておくととても便利ですよね。